パリゴリン第16日バスケットボール男子、決勝米国98、87フランス、2024年8月10日ベルシーアリーナ。男子バスケットボール決勝戦で米国、世界ランク1位は開催国フランス、同級位と対戦。レブロン・ジェームズ、レイカーズ、ケビン・デュラント、サンズ、ステフィン・カリー、ウォリアーズ、 が二桁得点の躍動などで98対87で勝利。五連覇となる金メダルを獲得した絶対王者、米国は5大会連続金メダルへレブロン、カリー、デュラントと近代 NBA を引っ張ってきた3人が初めて五輪で揃う現代版ドリームチームを結成。代表12選手の平均年俸は約68億円。全世界に衝撃を与えたマイケル・ジョーダン、ラリーバード、 マジック・ジョンソンなどが名を連ねた92年バルセロナ五輪よりも最強チームという呼び声もある。ドリームチームは無傷のまま迎えた完全アウェイの決勝戦。レブロン、カリー、デュラント、ジョエル・エン・ビード、セブンティー・シクサーズ、デビン・ブッカー、サンズの5人が先発出場。第1球からデュラントがフランク・に力なパルチザンに反則で止められると、鋭い行走で睨みつけた。 さらにレブロンが残り7分30秒に豪快なブロックを決めると、相手を威嚇するほど気合を見せていた。接戦の展開の中で、ブッカーが7得点、途中出場のアンソニー・エドワーズ、ウルブズが6得点を記録するなど20の15とリードして終えた。第2球にはフランスの反撃で残り7分10秒に一度は逆転を許しながらも、 ブッカーとカリーのスリーピースシュート連発で再びリードしたその後はレブロンが3点プレーを成立させるなどリードを広げて49対41で前半を折り返した第3球もデュラントのジャンプシュートを口火にカリーが2本のスリーピースシュートを決めてレブロンも豪快なダンクを叩き込むなど勝ち越しを許さず最終クォーターには一っき3点差まで迫られたが カリーの4連発3ピースシュートで相手を黙らせて5連覇となる通算17度目の金メダルを獲得。そしてデュラントは男子バスケットボール史上初4つ目の金メダルを獲得する選手となった。試合後にカリーはうずくまりながら喜びの涙を流す場面もあった。チームトップは8本の3ピースシュートを決めたカリーの24得点。レブロンも14得点10リバウンドのダブルダブル。 デュラントも15得点をマークした。